今回お送りするのは、カール・ザイス特集。170年以上の歴史を持つ名門レンズメーカーとして、確固たる地位を築き、現代においても、色褪せることのない魅力を持ったカール・ザイス。その成り立ちや、レンズに付けられた名称、描写の特徴などについて、解説していきたいと思います。まずはその成り立ちから。カール・ザイスは1846年に、カール・フリードリヒ・ザイスによって、ドイツのイェーナに開設された顕微鏡製造工房に端を発します。1850年以降には、顕微鏡の質の良さから、一般に広く認められるようになり、チューリンゲン一般工業博覧会で、1857年には、銀賞を、1861年には、金賞を獲得し成功を収めます。しかし、ザイスは満足せず、その後も、改良を重ねる中で、イェーナ大学教授、エルンスト・アッペとの出会いによって、より高品質の顕微鏡を開発、提供するようになります。さらに品質向上を求めていた、カール・ザイスの次なる障害は、光学ガラスになりますが、応用無機材料学者、フリードリッヒ・オットー・ショットからガラス工芸技術の提供を受け、世界最高水準の光学機器会社としてさらに発展していきます。高い評価を聞きつけて優秀な人材が集まるようになり、1886年にはすでに、高名な数学者であったパウル・ルドルフを迎えることになります。そして1890年には、写真部門が新たに設置されます。ザイス、アナスチグマートや、プラナーニ、ウナー、そしてテッサーと、立て続けに発表。ちなみにアナスチグマートはレンズの、周差補正状況を、示す言葉の一つで、球面周差、コマ周差、増面湾曲、支点周差をすべて解消していることを、意味し、プロターは原型や基本を、意味する、プロト、から、プラナーは、平坦な、という意味の、ラテン語、プラヌス、もしくは、ドイツ語の、プラン、に由来するとされ。ウナーは一説には、月、を、意味し。テッサーはレンズが4枚構成のため、ギリシャ語で、4、を意味する、テッターレス、または、テッサーレス、から、それぞれ名付けられました。第二次世界大戦まで、カール・ザイスは世界の最先端を走る光学機器会社として君臨していましたが、第二次世界大戦とドイツの敗北後に起こった東西分断では、カール・ザイスも多大な影響を受けました。ソ連軍にカール・ザイスの光学技術が渡ることを良しとしなかったアメリカ軍により、125名の技術者とその家族、8番前の図面と共にオーバーコッヘンに移動し設立したザイス・オプトン。ソ連軍もイェーナにある工場や設備などを接収、残っていた技術者などと合わせて起こした反官反民の人民公社カール・ザイス・イェーナ、二つに分かれることとなります。1989年、1990年のドイツ再統一の際に、東西カール・ザイスも統合の道を歩むこととなりますが、創業地イェーナにあった人民公社カール・ザイス・イェーナ派、経済の低迷に伴い経営に行き詰まっていたため、オーバーコッヘンのザイス・オプトンに吸収される形となり、現在もカール・ザイス本社はオーバーコッヘンにあります。その後ソニーと協業しており、サイバーショットシリーズにはカール・ザイスのレンズが設計、供給されていました。現在でもソニーの FE マウント向けに販売されているレンズ群と名称について解説します。ソニー・ザイス、ソニーブランドとして販売される E マウントシリーズ。ソニーが開発、生産を行っており、カール・ザイスからブランドを供与されています。この、ソニー・ザイスは4つのシリーズを展開しており、ディスタゴン、プラナー、ゾナー、バリオゾナーになります。ディスタゴン、エルハルト、グラッツェルにより開発された、レトロフォーカス型広角レンズに使われたレンズブランドで、バックフォーカスを大きく取れるため、ビオゴン型の使えない一眼レフカメラ用に多く見られました。ちなみに1972年に設計された 35mmF1.4 は広角レンズであるにもかかわらず、周差を克服して明るさの限界に挑んだ画期的な製品だったことから、世界のレンズ設計者を驚嘆させました。ディスタゴンの名称は、離れた、遠くの、という意味のラテン語、ディスタ、に、角、をロースギリシャ語形設備を、ゴン、を、付けた造語です。プラナー。パウル・ルドルフが1897年に発明したレンズで、初代プラナーはダブルガウス型の発展過程における代表的なレンズの一つとされ、完全にレンズ構成が前後対称になっていました。対称な設計により増面湾曲や Y 曲周差が抑えられていて、増面の平坦性を重視した設計になっています。ゾナー、
ルートブリッジ、ベルテレがエルノスターを改良して1929年に発明したレンズ。コーティング技術が実用的でなかった戦前においては、三軍構成で空気境界面が少ないことと、当時のダブルガウス型ではなきところであったコマ周差を抑えることに成功したことで、プラナーに比べ格段に高コントラストな画像を得ることを可能にしていました。しかし性能は高いものの、大きなガラス塊が必要で、重く、また3枚貼り合わせのために、製造効率も悪いため、当時は非常に高価なレンズでした。戦後は一眼レフカメラに主流が移って、レンズの後方にミラーを置くスペースが必要になった一眼レフカメラでは、後群がミラーと干渉するゾナーは不利になっていきます。逆に、ミラーの制限がないコンパクトカメラ等には、小型にまとまる利点を生かしたゾナー風構成の採用例がいくつもあり、さらに、時代が移ってから登場したデジタルカメラや、スマートフォンでも採用例があります。名称の由来はツァイスの工場が郊外にあった都市ゾントホーフェンから来るという説と、太陽を意味するドイツ語ゾンネから来るという説の、二つの説があります。バリオ系、広角、標準、望遠に関わらずズームレンズに用いられているブランド。バリオは、ラテン語の、ブアリウス、異なる、いろいろな、という言葉に由来しています。歴史のある名称がついていて、主にレンズ構成で名前が分けられているんだけど、それぞれの特徴は、ディスタ語の明るい広角レンズに付けられていて、プラナーは標準域で、歪曲周差の少なさから像の平面性がよく柔らかな味のあるボケを持ち、ゾナーは各周差を抑えながら優れた解像力と高いコントラストを持っていて、バリオゾナーは優れた解像力と高いコントラストを維持したまま幅広い焦点距離をカバーするように設計されたレンズ。という感じだな。この他にもカールツァイスが設計、製造している FE レンズもあって、こっちは3つのシリーズを展開しています。バテス、35mm のフルサイズに対応する FE マウントシリーズ。描写力、解像力は言うまでもなく、素晴らしいですが、最大の特徴は曲線を使った柔らかな造形美が挙げられます。高級感を感じさせる滑らかな鏡頭に装着することで一体化するレンズフード、そして鏡頭には有機 EL ディスプレイが装備されており、今までのレンズとは一線を画した満足感が得られます。名称は小さく機敏なヒタキ科のトリバテスに由来してるぜ。ロキシア、バテス同様 35mm フルサイズに対応する FE マウントシリーズ。ただしロキシアはマニュアルフォーカスのみに対応、他のシリーズのようにオートフォーカスではなくマニュアルフォーカスのため、従来の人の手が介在する撮影スタイルを求められますが、そこに写真を撮るという行為の楽しさを感じさせるレンズです。価格もバテスシリーズと比べると比較的安価に入手できます。名称はアトリカの鳥のイスカが由来だぜ。 V と APS-C 用のシリーズ、ソニーの E マウントと富士フィルムの X マウントのレンズがあります。純正のレンズにも劣らないオートフォーカスの速さと精度を誇り、解像度、コントラストの高さもツァイスならではの高品質な状態にまとまっています。名称はラテン語でインコ族の意味になるな。他にオータス、フクロウの意味、ミルバス、トビの意味、クラシックシリーズがありますが、これらはキヤノン EF とニコン F マウントのみです。 ZM シリーズは M マウントのレンジファインダー向けです。ここからツァイスレンズの特徴と MTF 曲線について。ツァイスレンズ全体の特徴はレンズの解像力とコントラストの高さが挙げられるんだ。特に高コントラストは写真レンズの評価が解像力一辺倒だった時代にコントラストの影響が重要であると唱え、今ではどのメーカーでも掲載している MTF 曲線を発表したのがカール・ツァイスなんだ。MTF 曲線は、レンズ性能を評価するためのもので、像面上でどれだけ忠実に再現できるかを表したものなんだよ。図の横軸は像高、つまり画面中心からの距離ミリ、縦軸はコントラスト値を示しているよ。フルサイズの場合、センサーサイズは 36×24mm、その対角線は約 43.2mm で、中心からの距離はその半分なので割ると約 21.6mm。横軸と大体同じだとわかります。APS-C の場合は、対角線の長さは約 28.4mm、中心からの長さは 14.2mm なので、15mm 以降は映らないため無視して大丈夫です。
一般的には10本ミリの実線と破線、30本ミリの実線と破線があって、実線と破線は、それぞれ S 方向はサジタル方向、放射方向を、M 方向はメリジオナル方向、同心円方向を意味しており、この2線が揃っているほど、自然な描写とボケ味の良いレンズになるんだ。さらに、10本ミリ線の位置が1に近いほどコントラストの高い抜けの良いレンズとなり、30本ミリ線の位置が1に近いほど高解像度でシャープなレンズを意味しているよ。ちなみにソニーの場合10本ミリと20本ミリ、40本ミリの3線があって、30本ミリがないから味方にコツが必要だよ。じゃあ実際にソニーサイスの MTF 曲線を見てみよう。一方がプラナーで一方がゾナーだよ。せっかくだし、MTF 曲線を見ながら推測してみよう。左に掲載した MTF 曲線は、R 方向、T 方向いずれも、幅が狭いけれど、画面中心から離れた16ミリから急激に落ち込んでいるな。周辺に行くほど、解像力、コントラストともに、低下していることを表しているな。ちなみに F8 まで絞ると、かなり高水準でまとまっていることも、読み取れるぜ。つまり解放では中央部の解像力、コントラストは高いが、周辺では落ち込みが見られる。F8 まで絞るとほぼ全域で、高い解像力、コントラストが得られるレンズということになるんだぜ。一方、右に掲載した MTF 曲線は、さっきのと比べると周辺に行ってもそこまで落ち込んでないな。どの領域でも均一に描写することが読み取れるぜ。ただ16ミリ近辺では、実線と破線の乖離が大きいから、少ないが、周差が出ていることが想像できるな。こっちのレンズも F8 まで絞ると、全体的に高水準にまとまるな。このレンズは開放でも、絞り込んでもある程度の、水準で安定した描写を、得られるレンズだと想像できるな。ただ R、一般表記 S、方向 T、一般表記 M、方向の、乖離が見られるからボケに癖があるかもしれないぜ。プラナーとゾナーの特徴から、どっちがどっちの、図か分かってもらえるだろうか。正解は、先に紹介した MTF 曲線が、ゾナーで、後に紹介した MTF 曲線が、プラナーだよ。ちなみにバリオシリーズのようなズームレンズでは、広角端の MTF 曲線と、望遠端の MTF 曲線が、掲載されているんだ。こちらも見てもらおう。広角端 24mm 開放は10本ミリが高い位置にあるから高いコントラストを得られることがわかるが、20本ミリと40本ミリでは乖離がかなりあるな。ということは、24mm の周辺では周差の影響が見られるってことになるか。一方で、望遠端 70mm は16mm で交差しているが、実線と破線の落ち込み具合は 24mm より改善されているから、描写も 70mm の方が周差の影響は少ないみたいだな。24mm は F8 に絞ると実線はほぼ100に近いが、破線との乖離が大きいから描写に周差の影響から癖があるかもしれないぜ。 70mm では実線と破線の乖離が 24mm よりも小さくなっているな。つまりこのレンズは広角では中央は高い解像力コントラストを得られ、周辺に行くほど周差が見られる。望遠だと、中央は 24mm よりも、高い解像力、コントラストで、周辺の周差も抑えられていることが、見て取れるぜ。注意事項としては、MTF 曲線はレンズ性能を、評価する尺度の一つとして、使うべきものなんだ。あくまでどういった描写を、するかをグラフで把握するためのもので、ボケの具合や色にじみなんかは、MTF 曲線では把握できない。つまり癖があるけどこの描写好きだなっていう感性に、訴える部分は実際に、使ってみないとわからないんだ。以上のようにカール・サイスのレンズは高い解像力とコントラストを重視した構成がされていて、サイス独自の T スター・コーティングを施すことでフレアやゴーストを抑え、高い描写力を実現しているよ。カール・サイスの歴史とレンズの名称やそれらの特徴、カール・サイスが生み出した MTF とその見方についてお楽しみいただけただろうか。過去に遡ればもっとたくさんのレンズがサイスから生み出されていて、現代のレンズよりもオールドレンズの方がそれぞれの特徴がわかりやすくなっているから、興味があったら使ってみると楽しいと思うぜ。今はほとんどのミラーレスボディにマウントアダプターを付けられるから、眠っているオールドレンズも活用できるのがいいよね。この前物置を片付けていたら祖父が母に送ったカメラとレンズが出てきてね、今使っているんだ。こういったカメラとレンズの巡り合いも、今だから活かせるんだよな。それじゃあ今回のカール・サイス特集を、終わります。ご清聴ありがとうございました。